5月18日、日本全国の野球ファンを悲しませるニュースが飛び込んできました。メジャーリーグベースボール屈指の実力を持つ、ロサンゼルス・ドジャースは、チームロスターの変更を発表しました。具体的には、6人の選手を入れ替え、マックスマンシー選手を、脇腹通で、故障者リストに入れました。マックスマンシー選手は、231試合に出場し、889打数で活躍しました。今シーズンは、40試合に出場し、打率22、223。 9本類打、28打点を記録しています。マンシー選手の離脱は、ドジャースにとって大きな損失となります。彼は打撃力だけでなく、チームの士気を高める重要な役割を担っていました。マンシー選手は、勝負を決める場面で活躍する選手であり、彼の不在は、チーム全体のパフォーマンスに影響を与えることは間違いありません。ファンやチームメートは、マンシー選手が長期離脱することなく、すぐに力強く復帰することを願っています。 一方、注目すべきは、ザック・マッキンストリー選手と、エドウィン・リオス選手が、マイナーリーグへ降格したことでしょう。代わりに、ジェイソン・ヘイワード選手を含む、複数の選手が、メジャーに昇格しました。外野手であり、チームのイケメン選手としても、人気のザック・マッキンストリー選手の降格は、日本のネット上で、大きな話題となっています。 彼はルックスだけでなく、昨シーズンは151試合で23本塁打を放つなど安定した活躍を見せていたため多くの人々に愛されていました。しかし今シーズンはマッキンストリーは本塁打が3本のみで打率は147と以前の活躍から大きく下降しています。ファンからのソーシャルメディアでの反応は非常に理解できます。彼らはマッキンストリーが最高レベルでプレーする姿を見ることができなくなったことを残念に思っています。 これは大きな損失ですと、彼らは言っています。彼を恋しく思います。彼はすぐに復帰して活躍することを願っています。これらのコメントは、ファンからの愛情だけでなく、彼への強いサポートも反映しています。さらに、マッキンストリーは、大谷翔平の本塁打について、ユーモラスな発言をすることでも知られています。例えば、彼は大谷の打球を、弾道ミサイルと表現し、説明がつかないと述べたことがあります。 代わりに、ジェイソン・ヘイワード選手を含む複数の選手がメジャーに昇格しました。さらに、27歳の外野手ジェイムズ・アウトマンもマイナーリーグに降格されました。2022年にメジャーリーグデビューを果たしたジェイムズ・アウトマンは、昨シーズンは151試合に出場し、打率248、23本塁打、70打点、16盗塁、OPS790 と、好成績を残しました。 しかし、今シーズンは打率が大幅に147まで低下し、大きな苦戦を強いられています。今シーズンメジャーデビューを果たした、アンディ・ページという新人の台頭により、打率267、4本塁打、13打点、OPS752 と活躍しているため、アウトマンのチーム内での立場は不安定になっています。彼はすぐに復帰して活躍することを願っています。 プロスポーツ、特に MLB のようなトップリーグでは常に困難な選択を迫られ、時には個人の利益をチームの利益のために犠牲にしなければならない。野球は予測不可能なスポーツであり、各選手の状況も予測不可能である。さらに、マッキンストリーは大谷翔平の本塁打についてユーモラスな発言をすることでも知られています。 このドジャーズの動きは若手選手を起用し選手の怪我の問題を解決することでチームのパフォーマンスと安定性を向上させる戦略の一環である。一方注目すべきはザック・マッキンストリー選手とエドウィン・リオス選手がマイナーリーグへ降格したことでしょう。ドジャーズはタイムリーな調整と効果的な怪我の管理戦略でマンシー選手のような主力選手の怪我による困難に直面しても 最高レベルで競争できることを保証しようと努めている。プロアスリートのキャリアは常に浮き沈みがあり、これはマクキントリー選手にとって自分の能力を磨くためのレッスンであり、チャンスであると考えることができる。外野手であり、チームのイケメン選手としても人気のザック・マッキンストリー選手の降格は日本のネット上で大きな話題となっています。彼はすぐに最高のフォームを取り戻し、大舞台で再び自分の価値を証明することを願っています。 さらに、マッキンストリーは、大谷翔平の本類だについて、ユーモラスな発言をすることでも知られています。ご視聴いただき、ありがとうございました。コメント欄で、話を盛り上げてください。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、チャンネル登録よろしくお願いします。